覚悟はいいか。さあどうだ。やっ。マジックフィールド。やっぱりここはご存知。戦いの準備はできているよ。
マジックフィールドだ。ここからが本番だ。お前がここに。話は後だ。まずはこいつらを片付ける。ああ。ルベリク、お前久しぶりだな、エアハルト。ああ、お前は。近いな。まさかここまで来るか。あれは群れのボスだ。奴らを倒せば群れは統制を失う。俺が右を得る。いいな。分かった、そちらは任せる。油断するな、連中は高い知性を持っている。群れで動くリザードマンは手強いぞ。死ぬなよ。お前もな。そうじゃな。さあ。よし。いや、覚悟しろ。我が剣は守るべき者のために。覚悟はいいか。
が。さあ、どうだ。行くぞ。マジックスピード覚悟はいいか。大剣将ブランドよ。私の番。よろしくね。集中していこう。雷鳴よ、驚き響け。ここからが本番だ。マジックスティールだろ。行くぞ。癒しの奇跡。ここからが本番だ。ライフスティールだろ。私の番。これを。雷鳴よ、驚き響け。行くぞ。傷を出した。なかなか考えがいがあるね。あっ！行くぞ。
装甲士エベルよ。さあ、さて、ああ、これでリザードマンの群れは統制を失う。群れを蹴散らすのも楽になるはずだ。そうだな。オルベリク、ここへはなぜ？グスタフに聞いた。そうか、あいつに会ったのか。まあ、お前の事情もな。戦火で消えたグラナドの生き残りだと。そうか、確かに私はグラナドの生き残りだ。故郷を失い、そして行き場を失った私はとある傭兵団に拾われた。ホルンブルグを滅ぼす手引きをする。その仕事を私は団長から引き受けた。復讐のためか。そうだ、王は私の故郷を見捨てた。グラナドは最後まで王の助けを信じていた。許せなかった。アルフレード王に復讐を、そう誓った。私はホルンブルグに潜入し騎士となった。それからはお前も知る通りだ。あの戦いでお前は復讐を果たした。ああ、復讐に駆られた私を王はまっすぐに受け止めた。陛下は心の強い方だった。そうだな、あのお方は最後まで民を守ろうとした。そんなアルフレード王を私は復讐を理由にして殺してしまったのだ。復讐を果たせば解放されると思った。憎しみから、悲しみから、絶望から。だが結果はただただ虚しいだけだった。達成感は惨め。それどころか思い出すのだ、騎士として生きたあの日々を。後悔したのか。後悔？ああ、後悔したのだろう。復讐のための偽りの日々だったはずだ。何度も何度もあの日々が思い出された。お前たちと過ごしたホルンブルグでの日々が。傭兵団も解散し、私は流浪の旅に出た。ウェルスプリングにたどり着いたのもそんな旅の途中だった。そしてお前はこの町を守ろうとした。
抜け、エアハルト。オルベリク、受け止めてやる。俺がお前の怒り、憎しみ、悲しみも後悔、虚しさも、この剣で受け止め、切り払ってやる。俺は栄華を守れず、民を守れず、自身の剣の意味を見失った。だが気づいた、意味は失われてなどいない、いないのだ。なぜなら、俺もお前も誰かを守りたくてまた剣を取ったんだ。エアハルト、俺にはお前の後悔など理解できない。そしてお前を許すつもりもない。俺は勝たなければならなかったんだ。勝って守らなくてはならなかった。陛下、お前もだからこそ今度こそ負けない。勝ってお前を受け止めてやる。抜け、エアハルト。俺もお前も剣でしか語れぬ人間だ。あの時の結果を忘れたかとは言わん。剣に嘘はつけ、抜けば本気で振る。いいな。当然だ。出なければ意味がない。ならば全て剣に込めるのみ。得られぬ。さて、さて、ライフスティールダガー、いくぞ。いただいて。さて、ここからが本番だ。ここからが本番だ。よっ、行くぞ。覚悟はいいか、大剣将ブランドよ。覚悟はいいか、マジックステイルだが、いい勝負。私の負けだ。不思議なものだ。いや、勝手なものか。全力を出して名を届かなかった。だというのに、何の悔いもない。悪くない気分だ。
エアハルト。一つ、聞きたいことがある。お前に計画を持ちかけた、傭兵団の団長と、何者だ。オルベリク、お前。自分のために、一国を滅ぼすほどの人間だ。放っておけば、また悲劇が起きるかもしれない。俺は、今度こそ守らなければならない。なぜなら、それが、お前の剣の意味だから。団長の名はベルナーという。そのベルナーは今どこに？私が任務を達成すると傭兵団を解散してリバーフォードへと向かった。私が知るのはそこまでだが。それで十分だ。知っている者から聞くしかあるまい。そうか。守るための剣か。無事だったか、エアハルト殿は。ああ、無事だ。心配をかけた。群れの長は倒した。これで残りの連中を掃討すれば、リザードマンの被害も収まるだろう。本当ですか？あの群れの長たちを倒すだなんて。ああ、オルベリクの助力のおかげだ。私一人では無理だった。さすがは双璧の騎士。二人がいてくれれば怖いものなしだ。なんと感謝すればいいのか。ありがとう、オルベリク殿。礼には及ばない。俺も目的があってのことだ。そしてその目的も果たした。俺は次の目的のために行く。オルベリク、私は。分かっている。この町に残るのだ。すまな。謝ることじゃない。なあ、一つだけ警告しておく。ベルナーには注意しろ。どういう意味だ。剣の腕はもちろん、底知れぬ怖さがある。強さよりも怖さが。そういう人だ。私より強くなったお前にだからこそ言う。あの人と比べてお前が弱いとは言わん。だが恐ろしいと思うのは間違いなくベルナだ。お前がそこまで言う相手か。分かった、心しておこう。では行ってくる。全てが終わったらまた。必ず。オルベリクさん。
オルベリク、